皆さんこんにちは。本日は東京ドーム第2弾です。本日もこの人から招待されました。一体何者なんでしょうか。ありがとうございます。第2弾ね。あれどうやった、鎌倉の大仏は。諏訪取ったな。諏訪取った。どんな感想だよ。今日の席はヤバいらしいが、どこまで行くんだ。え、マジで一番前じゃん。超絶近いやん、これ。超絶近いな。元木選手ですね。ラーメン店を経営されていたようですが、だいぶ前に畳まれたようです。現在はヘッドコーチ。すごいですね。貿易会社の社長に行ってもらったらしい。ありがとうございます。見に来てはいるんですけど、職権乱用です。試合内容が今日微妙で、投手戦なんですよね。8回裏で、1対0で横浜が勝ってるんですけど、もう目の前がね、報道関係の人たち。おー、そろそろ行ったね、とね、巨人のヒット3本しか打ってないよ。浜口が相当いいのか、ジャイアンツがポンコツなのか。浜口が相当いいのか。バント上手いしないと。横浜の26番、浜口選手、バントうまいんですね。463のダブルプレイ。先っぽ。さあ、まるちゃんです。8回の裏、ジャイアンツの攻撃。バッター4番岡本和真。ツーアウト、ワンストライク、ワンボール。おお、おさあ、横浜、本日最大のピンチを訪れております。
152キロ。どうなん、150キロをコントロールされたらもう打てんやろ。打てんやな。まあ、プロやけん打つんやろ。でもまあ、コントロールされたら打てんやろ。消したかな今日は。だいぶすごいな。横浜ピンチを切り抜けました。今1点入りまして、9回か、9回表で横浜に1点取りまして 2-0 です。今日は巨人負けるでしょうね。空振り三振、ワンアウト。あれでも横浜の抑えって誰だっけ、ジャパンの抑えじゃなかったっけ、横浜の抑えってジャパンの抑えで、オリンピックの抑えやってたあいつじゃなかったっけ。野球スポーツ評論家の大野雄二君、これを見てたらコメントください。横浜の抑えって誰でしたっけ、ジャパンの抑えだったよね。球の速いやつ持ったような気がするんやけど、まあ調べれば出てくるんやけど、誰やったっけな、名前が出てるんやけど、そんな大魔神じゃないんだろ、それはそれすぐに大詰めですね。9回裏、ツーアウト、ツーストライク。ご覧の通り、横浜の勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。ね、なんかあんまり面白くないって言われる。はい、行きますか。じゃあこれから飲みに行きます。あ、行くぞ。